北朝鮮は本日9時59分ごろ、平壌近郊から一発の ICBM 級弾道ミサイルを東方向に向けて発射しました。詳細については現在分析中ですが、発射された弾道ミサイルは約74分間飛翔し、11時13分ごろ、北海道の奥尻島の西方約250キロの日本海に落下したものと推定されます。これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含め、一連の北朝鮮の行動は我が国地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認できません。